こんにちは、日向陽一です。それでは今回も、続いてですね、離婚回避して関係修復をする3つのヒント、今回2番目ですね、お話していきたいと思います。1番目は、なぜご主人があなたと別れたいと言っているのか、その理由をしっかりと、捉えるっていうお話をしましたけど、2つ目はですね、この聖書の言葉から、どこから落ちたのか思い起こす、忘れちゃってるわけですよね。どこから落ちたのか、どれほど、これはクリスチャンの神様に対する愛ですけど、どれほど自分の熱心に神様を愛しているのかっていうのを忘れちゃう。で、夫婦関係にこれを当てはめると、どれほどお互い満たし合っていたのかっていう、その落ちたところ、もともといた高さですよね。そこをもう一度思い起こしてみる。一番のその彼が離婚したいと言っている理由と絡んできますけど、もともとこういう質問をしますね。もともとなんでご主人はあなたと結婚しようと思ったんですかって。で、これはよく考えてみる必要があると思うんですよね。で、もう一つする質問は、ご主人があなたがしてあげたことで特別に喜んだことは何でしょうか。夫婦の関係を振り返ってみるわけですね。そしてもう一つは、ご主人があなたのことを他の人に褒めたときに何を褒めたかということですね。この3つから、どういうふうにして自分はご主人のことを満たすことができていたのかということを思い起こすことができるようになってくるわけです。本当に原点っていうか、そのどこから落ちたのか、そのここのギャップですよね。で、夫婦関係っていうのは、よくカウンセリングの中でもお話しするんですけど、庭作りに似てるんですよね。で、きちんと美しく整えられた庭はどういう状態なのか、でそれを今の荒れ果ててしまった庭と比較してそこに戻すっていうことを考えるときに、そのもともとどういう状態だったのかっていうのを思い起こすことはとても助けになるわけです。ですから、2人の関係がすごく良かったとき、自分たちの関係はどうだったのか、で何によってご主人は満たされていく、いたのかっていうことをぜひ思い起こしていただきたいですね。ある女性のクライアントはすごくスキンシップがね、密だったっていうか、そういうことを思い出してくださった奥さんがいらっしゃいましたね。で、そういうのがもう子供を産んでから全くなくなっちゃった。で、あそこを自分は変えていこうっていうふうに決心して、ご主人との関係が修復に向けて大きく動き出したっていう例もありました。ですので、どこから落ちたのか思い起こす。素晴らしい関係だった、良かった関係だった、その修復したい原点ですねを思い起こすということが2つ目のヒントになります。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。